こんばんは、カツ丼です。今日は2022年の10月の20日ですね。今日も一日お疲れ様でした。Amazon ギフトね、ちょっと一つまた紹介させていただきたいんですけど、この T シャツをいただきました。これ無地のね、T シャツ、かっこいい T シャツね、インディゴブルーですかね、T シャツいただいたんですけども、送り主様、すみっこ暮らし様、かっちゃん、ラブライブのユニフォームもいいけど、こちらも良ければ着てくださいね。ハート、すみっこ暮らし。ありがとうございます。ちょっとね、なんかこう、衣類とかなんか、衣食結構いろいろね、皆さんにちょっとなんかこう、支えてもらいまして、本当にありがとうございます。まあね、なんかこういうね、いろんなメッセージもいただいてね、ありがとうございます。かっこいいですね。L サイズでね、なんか言ったりして、着心地もいいですね。なんか、スポーツやるときとかにもなんかできるし、すごい伸縮性もあって、なんか着心地がいいですね。なんか本当に無地でかっこいい T シャツをいただきました。ありがとうございます。はい。まあ、ありがたい限りですね。本当にありがとうございますね。まあね、今日も一日お疲れ様でした。今日はね、ハローワークに行ってきて、ちょっとね、また行ってきて、あの雇用保険のね、ちょっと説明会を受けてきまして、まあ、雇用保険の、受給のね、ちょっと手続きをちょっと進めてまして、なんかまあ、俺はもらわないぜ、みたいな感じでちょっとかっこつけてたんだけど、意外となんかちょっと、なんか苦戦してまして、あ、ちょっとやべえかも、みたいな。まあでもね、受給できるとしても、割とその年末年始あたりになるらしいので、割とそれまでには多分俺ね、いくらでもどっかに決まるんじゃないかなと思うから、まあ、多分その受給することにはならないんじゃないかなと思うけど、一応ね、やっぱりこう、生活ね、かかってるから、やっぱりこう、一応雇用保険のね、手続きも進めてるんですけど、はい、今週末にね、面接、ちょっと、予約、してまして、履歴書はもう書いてるんですけど、それ待ちって感じでね、ですね、求人でうまくいけばいいんですけれども、そういう感じで、本当になんか、世の中ね、また、なんかこう、舐めてたっていう面がね、一つなんか、ポコって出てきたような感じでね、俺、本当にこういうなんか、ちゃんとやらなきゃいけないとこちゃんとできないっていう、なんか、そういう弱点がありますね。ちょっと繰り返しになっちゃいますけど、皆さんからのね、叱咤激励をね、ちょっと、糧にして、社会人としてもね、やっていかなきゃなと思うんですけどね。はい。今日はね、今日は、何の話をさせていただきますかと言いますと、ちょっとその動画のコメント欄で、K-POP、聞きますかって、こう、コメントいただきまして、俺、K-POP、そんなに、別に特に聞くわけじゃないんですけど、一つ、印象的に残ってるのがあって、TWICE の Candy Pop っていう曲。TWICE はめっちゃ有名ですよね。もう本当、K-POP のすごい、なんか、トップを走ってるみたいな、そういう印象ありますけど、非常にね、魅力的な、楽曲もね、メロディーがすごくすごい際立ってる曲が割と、印象に残って、で、俺が一つ、印象に残ってるのは、キャンディーポップっていうね、曲なんですけれども、言ったっけキャンディーポップ、可愛い曲なんですよ。なんか、キャンディーキャンディーポップ、君と、キラキラ輝く日々を過ごせたなら最高。君はキャンディーポップっていうね。可愛らしい曲なんですけども。社会人でね、飲食店で、店長、店長やってる時かな。やっぱり店長やってる時のね、結構俺のスキル不足によって、恐ろしく過酷な日々だったんですけども、結構やっぱもう本当に、日々なんかこう、割とノイローゼ気味っていうかね、なんか死にたいっていう気持ち、いつも割とあったし、本当になんかもう、みたいな感じで、やっぱね、できない自分にうんざりして、迷惑かけ続けて、いろんな人に迷惑かけ続けてる。自分にすごくうんざりして、またミスした、みたいな感じで申し訳ございませんっていう言葉を、毎日誰かしらに使ってたような気がする、メールとかね。
まあそのやっぱ本当、またミスしたみたいな感じで、まあ、小さいちょこちょこしたミスとか、あとドカーンとしたミスとか、本当になんかね、ずさんな管理で本当にこう、あとそのまあスタッフさんたちともね、やりとりでも、やっぱそのまあ、まあね、そのまあなんかいろいろそのまあその労務管理ね、そのやっぱりまあねまあズタズタでもう本当になんか迷惑かけてわみたいな感じで、すげえもう結構追い詰められ常になんか精神的に追い詰められてる日々というかね、まあよくまあね本当にまあ生き抜いたなみたいな感じなんだけど、まあそこでそのなんかね、まあ特になんかこうなんかね、何が原因だとか忘れたけど、その特になんかすげえなんかズドンと追い詰められてるなんか時があって、でなんかこう仕事終わった後、閉店した後ね、こういろいろ終わった後、まあそのあ、まあ閉店して片付け作業して発注も終わって、で帰って、でこう帰り道に近くにちょっとカラオケボックスあって、カラオケボックス行ったんですよ一人で。でなんかそれで割ともう深夜ずっとこう一人でね、まあ6人7人掛けぐらいのまあ普通のカラオケのルームで一人入って、で部屋を暗くして部屋の明るさ全部ねもう暗くして、真っ暗にはならないんだけど、まあでもこのぐらいの部屋の暗さぐらいになってあの暗くして、でなんかこうまあちょっと一つ歌って、でもね何時間、まあ一人だからこうね、何曲か歌ったらもう喉も疲れてくるから、もうずっとね、こうまあ、ふうみたいな感じに休んでね。そしたら、そのなんかこう、画面でさ、何も予約、曲に予約入れてないと、なんかいろんなこう、なんかキャンペーンの映像とかいろいろ、そのランキングとかいろいろ曲流れるじゃないですか。それで、そこに K-POP の TWICE のキャンディーポップっていうの流れてたんですよね。そこで見て、あ、なんかこう、その、魅力的な、なんか魅力的で心躍る可愛らしいメロディーの曲だなーってこうちょっとピンってこう気になって、あキャンディーポップっていうのじゃあちょっと入れてみようと思って、こうピッピッピッってやってね、予約入れてキャンディトワイスのキャンディーポップって入れて流れて、まあ別に歌ったりすることはないんだけど、しないんだけど、そのなんかこうなんていうのかな、その歌のカラオケの映像を歌わなくても、その音楽の中にそのなんか副音声というか、そのなんかこうある程度そのなんかこう声は入ってるんだよね、なんか声はこう入ってて、で割とそのまあその PV 映像もそのね、映像流れるし、その曲の映像流れるし、その普通に割と音楽の、PV ん音楽 PV って言うんだっけ、音楽ミュージックビデオとして普通にこう楽しめる感じだったんですよ。まあカラオケボックスだから、そのねミュージックのその音質、そのスピーカーもいいし、割となんかそのずっとね大音量で結構ね、そのまあミュージックビデオ見てるような感じで結構割と楽しめて、キャンディーポップをずっとねこうまあ暗い部屋の中に一人でねおっさんがちょっといやメンタル落ち気味の病んでるおっさんが一人で、トワイスのキャンディーポップのまたこの部屋、暗い部屋の中でこうですね、ああこうみたいな感じで見てて、6回7回ぐらいずっと繰り返して見てたかな、キャンディーポップ気味だって、暗い部屋でこうやって一人で見てて、なんかこうちょっと癒されて、まあそういう夜はありましたね。病んでたなと思いますね。まあ一人でも部屋、暗い部屋だから、そういう印象に残ってる曲はあるね。まあすごくいい曲だからね。まあコメント欄にそのねリンク貼るんで、よかったら見てください。ね、可愛らしい曲ですよ。そういう感じで、まあねなかなか、まあ、病んでる時代だったなって。まあね、あの頃は本当になんか修行っていう感じでね、本当に、まあ俺にとっては苦行の日々で、でまあその、あの時の苦しい期間があったからこそ今ね、まあその、なんかこう、頑張れてるっていうのもあるし、すごいね、俺にとっては必要な、大切な期間だったと思うんだよね。店長っていう時代は本当に大切な時間だったと思う。だけど本当に苦しかったなって、病んでたなと思いますね。まあ俺にスキルがないから会社とかのせいじゃないんだけどね。マネージャーとかのせいでもないし、俺に責任があるね。という感じです。まあその時はね、まあ
カラオケボックスで、あとね、あれだ、モーニング娘。のザ・ピース、もう結構聞いて、あれもこう聞いて、歌わないけども、普通に映像、PV 流れるし、モームスのさ、ごまきとかね、こう、ね、かごちゃんとかさ、つじちゃんとかさ、いろんな可愛い子たちがこう踊ってるわけ。あれ、ザ・ピースいいよね。なんかこう、誰か言ってたけど、なんかコメント欄で、まだ YouTube でもね、動画あるけど、モーニング娘。のザ・ピースの PV、すごい俺好きなんだけど、海賊のね、女の子とね、で、コメント欄でなんかこう、この曲でなんか、モームスはなんか、アイドルとして完成したみたいな感じの、なんかこう、なんかね、コメントしてる人いたけど、なんかすごく、確かになんかそういう、なんかアイドルとしての、なんかこう、すべてがこう、詰まってる、なんかアイドルの完成形みたいな、そういうのはなんか言われてみれば感じるね。モーニング娘。のザ・ピース。ピースってね。ワウワ、ワウワ、ワウワ、ピースピースってね。あれすげえいいよ。あれ俺すげえ好きだな。アイドルの、まあ、曲の中で一番好きかな。モームスも好きだったね、俺ね。まあ、もうまあ、すごくね、いいと思いますよ。って感じですね。はい。って感じで。まあちょっとね、店長時代の、病んでる時にね、カラオケボックス一人で部屋暗くして、ちょっとアイドルのね、こう、まあ、映像を見てこう、一人で、してる感じで、まあそういった、黄昏れてたね、そういう思い出を語りました。っていう感じで。はい。今日は以上になります。ありがとうございました。はい。ではね、皆さん今日も一日お疲れ様でした。いい夢をね、見られますように。はい。この T シャツもね、隅っこぐらい様、ありがとうございます。あなたのイナーチャイルド、今日も元気、カズオでした。